山形新幹線にも、いよいよ新型車両が登場するっていうことで、E8K っていう車両が、4年後に営業運転を開始するそうですね。今日はそれ発表されて、ツイッターで見てますと、なんか結構その E8K のデザインがなんかダサいみたいな、あまりなんか評判良くないんですけども、なんだっけな、なんかどっかのテレビ局のニュース番組の中で、なんかもう E8K のなんか模型みたいなのがこう、ニュースの映像に映ってたんですけども、その模型を見ると、先頭車両のデザイン、あまりそんなダサいとは思わなかったですね。なんかあっちの JR が公式に発表してる中、絵の方を見ると、なんか確かにちょっとこれデザインどうなのかなって私もちょっと思いましたけども、模型を見ると別にそんなダサいと思わなかったんで、まあその辺の心配はあまりしなくてもいいんじゃないですかね。はい。で、その E8K っていう車両は、最高時速は300キロでして、でこれが導入されると、まあ、東京と、山形の間で、まあ、所要時間が、数分短くなるっていうんですけども、まあ、多分5分ぐらいは短くなるんじゃないですかね。でまあたかが5分のために、新型車両をこう導入するのかっていう話なんですけども、まあ山形新幹線にその E8K を導入したのは、その所要時間の短縮っていうよりも、どちらかというと東北新幹線の、最速達種別であるはやぶさとか小町、そういった、種別車両から逃げ足を早くするっていう、目的があるんじゃないでしょうかね。今なんだっけ、はやぶさ小町で使われてる E5 系 E6 系は最高速度を320キロでして、で山形新幹線の、まあ、翼で使われてる、E3 系は最高速度275キロで、そうすると速度差が大きいので、前を走っている翼に後ろからはやぶさ小町がこう追いついてしまうっていうことになってしまうんですね。でその翼の、速度が遅い翼の方を最高速度300キロまで引き上げることで、もう少し遠くまで逃げられるようにして、ダイヤを少し組みやすくするっていう、そういう目的が大きいんだと思います。でじゃあはやぶさと小町は最高速度320キロなんだから、その翼の新しい E8K も最高速度320キロにすればいいじゃないかっていう話なんですけども、320キロを出せるのって、東北新幹線だと宇都宮から盛岡の間までなんですよね。で山形新幹線、まあ、翼号が走る部分だと、まあ、宇都宮から福島の間までしかその320キロ出せないんですけども、でそうなると宇都宮から福島までの間だけ、宇都宮から福島までの間のためだけに、320キロ出せるようにするっていうのはちょっとなんですかね、コストとかの面でも割に合わないんじゃないかなって思うんですよね。でしかも翼号って基本的に停車駅は、東京、上野、大宮、宇都宮、郡山、福島で、その後大本線の方に入っていくんですけども、でそうなると最高速度320キロにしても結局その320キロ出せる区間ってほとんどない、まああるにありますけども、あまり長い距離ずっと320キロで走れるってわけじゃないんですよね。まあはやぶさとか小町は大宮の次仙台の次盛岡みたいなのが基本的な停車パターンなので、ずっと長い間長い距離を320キロで走っていくっていうことはできますけども、その翼号とか山形新幹線のやつだと
やぶさ小町よりは停車駅の間隔が短いので、まあ、なので320キロまで出す必要はないんじゃないですかね。そういう性能を持たせても、まあ、その320キロを走らせる性能をつけて、まあ、コストを高くするよりもちょっと最高速度を抑えて、でコストも抑えめにするっていう、そういう風なでしたんじゃないですかね。まあ、ただその今までの275キロだとさすがにちょっと逃げ足が遅すぎるから、まあちょうど妥協して、ちょうど300キロっていう部分にしたんじゃないですかね。はい。なんか東北新幹線でこう最高速度320キロっていう風に慣れてると、なんか300キロっていうなんか速度がなんか遅くなんか聞こえてしまうんですけども、全然300キロでも速いですからね。山陽新幹線とかも300キロ運転してますけども、普通に速いですからね。はい。まあというわけで、まだ4年後の話にはなりますけども、ちょっと気は早いですけども、今から登場が、楽しみだなというふうに思っています。で、まあそうなると、その E8K が登場するってなると、今山形新幹線の翼号で使われている E3K は、全て置き換えられてしまうってことですね。で、そうなるとさらにその翼号の連結相手である、やまびこ号、やまびこ号で使われている E2系も、おそらく全部置き換えられるってことになりますね。公式の発表でもその E8 系の、連結相手は、E5 系320キロ出せるはやぶさとかで使ってる E5 系が連結相手になるので、まあ、E2 系もそこでほとんどが置き換えられてしまうのかなと思います。まあ、なので、まあ、もしかしたら6年後ぐらいには東北新幹線を走る車両ってのは、E5 系、E6 系、E8 系この3種類だけにもしかしたらなるかもしれないですね。はい。というわけで、今日のその E8 系の、発表を、まあ、聞いて、ちょっとまあ、なんか雑談風に、動画出してみようかなと思って、今回動画を出させていただきました。まあ、なんかグダグダ喋っただけですけども、はい。それではご視聴ありがとうございました。